ついている方ももしかするとおられるかもしれませんね。私自身もその一人でございます。そのような、民主主義というものに対してですね、暴力で言論を封殺するということを行ってはいけないというのは、当然この民主主義の国であります日本に住む私たちは、これを絶対に許してはならないということに、そうになりません。明後日のその投票は明日のですね、投票は必ず行くということが、この民主主義をですね、しっかりと守り抜く、この行動になるんじゃないかなと思います。私自身も明日はしっかりと投票に行こうと思っております。さて、本日はこの笹子軍港クルーズご参加いただきまして誠にありがとうございます。
本日のクルーズの案内、解説を務めさせていただきます佐世保観光マイスター吉川拓郎と申します。吉田拓郎から線が3本少ない吉川拓郎と覚えていってください。どうかよろしくお願いいたします。この佐世保観光クルーズはこの港を出港いたしまして、すぐ隣にあります海上自衛隊および米海軍佐世保艦隊基地をご覧いただいた後、南の方へと進み、この佐世保港のたった一つの入り口があります佐世保湾港神戸崎水道をご覧いただいた後、佐世保内各所のさまざまな施設、雄大な自然をご覧いただきながら北へと戻り、またこの港へと戻ってくる1時間の行程を予定しております。お手洗いは船内後部のドアを出られまして、左側、この船の一番右後ろのドアがお手洗いとなっております。今日は天候が非常に良い状況でございます。そのため上甲板、非常に数多くお客様ご利用いただいておりますけれども、この上甲板はですね、常に風にさらされるエリアともなっております。前から強い風が吹きつけ続ける、そのような場所ですので、帽子やお手回り品を風で飛ばされないように、しっかりと保持していただきましたらと思います。この海風というのは意外と人間の体力をですね、消耗させてしまうものでございます。どうしてもこの海風に耐えられないという方がおられましたら、上甲板におられましたらですね、船の後ろの方の階段から下に降りられまして、船室の方でクルーズを楽しんでいただきましたらと思います。それでは大変お待たせいたしました。本日はバラマン観光をご利用いただきまして誠にありがとうございます。それでは海軍さんの港町佐世保港軍港クルーズ出港いたします。さて、私たちがただいま出港しております、この場所は日本最西端の JR 駅佐世保駅に隣接する佐世保新港ターミナルから出港しております。今私たちの船は離側更新、船の後ろの方に進み、そしてその後180度回答を行って、先ほどなどの外側へと向けております。右側にはつくもという船が停泊しております。さらに海の日という旗が掲げられていますね。7月18日は、海の日、国民の祝日でございます。このつくもという船は佐世保市の防災艇です。火災を起こした船や、公安施設が近づいて、水を噴射する、いわゆる消防車のようなですね、役割を担った体制となっております。さあ、いよいよこれからですね、佐世保軍港クルーズ港の方へと掘り出してまいりたいと思います。佐世保市港ターミナルには私たちの他にも、旅客船やフェリーなどが停泊しております。離島や、遠隔地の港へとお客様を運ぶための、旅客船が停泊しているようですね。左側をご覧いただきますと、駅が見えております。佐世保駅、JR で最も西に位置する駅、佐世保駅です。皆さんが、チケットをご購入いただきました、場所となっております。陸上の道はここまでで行き止まりですが、そこから広くこの海上へと、日本の西の海へと広がった、そのような、場所がこの佐世保の、港の光景となっています。今日はどうやら消防車の訓練が行われているようですね。なかなか見ることができないのではないでしょうか。私たちの左側前方の方にあります岸壁がございます。今日はこの岸壁上で消防隊の訓練が行われているようです。この岸壁は三浦ふ頭と申しまして、なんと16万トンクラス、世界最大級の豪華客船が着岸可能な岸壁となっております。そしてそこには赤レンガのガラス張りの建物があります。佐世保ポートと書いたこの建物は佐世保港国際ターミナル、愛称がありまして通称陽光テラスとも呼ばれています。ただいま陽光と申しましたが、佐世保をカタカナで縦書きに書きますと、さは草かぶり、さは世界の瀬、とは木、木となり、それらを合わせますと漢字の葉っぱの葉の字となります。そしてこの佐世保湾は上空から見るとまるでヤツデの葉を広げたような形に見えることも含め、この佐世保港は古くから葉の港、陽光という微笑で名乗りたちに愛されております。それではこの船はゆっくりと港を出港して、おもかし右側へと舵を切ってまいります。今日は左側の方でこの消防隊の訓練が行われていますね。なかなか目にすることができない異常な光景となっております。どうやら海の中にですね、ボートを下ろして、遭難者の救助の訓練のようですね。海面上に、ライフジャケットをつけた人が浮かんでいる様子が見えています。いや、非常に安い炎天下の中、訓練お疲れ様です。頑張ってください。お疲れ様です。さあ、右側の方をご覧いただきますと、こちらにはですね、
佐世保の、中心を流れる川、佐世保川が見えております。佐世保川の河口部分が、見えているんですが、その川岸をご覧ください。たくさんの建物がですね、ございます。屋根が緑色、壁が白く塗り分けられた建物が、見えていますね。でこの色の塗り分けというのは実はアメリカ軍の施設であるという証なんですね。そうなんです。私たちのちょうど右側にありますこのエリアは日本であって日本ではありません。いわゆる在日米軍基地、米海軍佐世保艦隊基地というエリアとなっております。少し死神を、乗り越えるためにですね、進路を変更しております。左側前方にもですね、海上自衛隊艦艇がひしめき合う岸壁、倉島岸壁がありますが、この岸壁はですね、後ほど、ご紹介する機会があるかと思いますので、どうぞお楽しみにしていただけましたらと思います。右側の方をご覧ください。3本の慶応塔には旗が4枚あります。そのうちの、2枚半旗となっていますね。もちろん昨日の事件を、追悼されてからの、行動かと思われます。日本の日の丸の旗、アメリカの正常旗、青い旗と黒い旗が掲げられた3本の慶応塔が私たちの右側2時方向に見えております。アメリカも共にこう悲しんでくれているのではないかなと思いますね。そしてこのエリアにありますアメリカ海軍部隊、現在日本国内に配備されておりますアメリカ海軍部隊はアメリカ海軍の中でも最大の規模と戦力を誇る第7艦隊が配備されています。この米海軍佐世保艦隊基地ではアメリカ海軍第7艦隊の強化型遠征打撃群、いわゆる海兵隊の上陸作戦の支援のためのアメリカ海軍艦艇を、ご覧いただけるのは実はこの佐世保の港だけとなっております。3本の旗竿の中で青い旗がありますが、この青い旗実は国連の旗なんです。1950年の朝鮮戦争の時代からここに掲げられておりまして、アメリカ海軍のみならずこの、佐世保の、港はですね、国連軍広報基地として、指定されております。アメリカ海軍だけではなくいろんな国の海軍艦艇がこの佐世保港に入港してくるんです。実は、先週にもですね、オーストラリア海軍艦艇パラマッタが、入港しておりました。さあ右側前方をご覧いただきますと巨大な艦艇群がひしめき合う岸壁が見えてまいりました。ここは縦上岸壁というエリアです。この縦上岸壁、海上自衛隊艦艇とアメリカ海軍艦艇が共に舳先を並べる、この佐世保軍港の中枢と呼べるような岸壁となっております。これももちろんアメリカ海軍艦艇がいるんですが、どれがアメリカの船かと申しますと、右側奥の方に縦に並んだ2隻の艦艇、一つは空母型の全通甲板と言われる非常に広い、航空甲板を持った艦艇、そしてその後ろ側にはマストの上にピンポン玉のようなレーダーが載せられております、艦艇がございます。まずはこちらのアメリカ海軍艦艇からご紹介しましょう。艦橋と言われる司令塔が入っている構造物に大きく白字で6番と書かれたこの巨大な空母型の艦艇、先ほどから空母空母とは申しておりますが、実はこの船強襲揚陸艦というタイプの艦艇です。すごい名前が付けられております。この艦艇はアメリカ海軍アメリカ級強襲揚陸艦の1番艦アメリカという艦艇です。アメリカなんですね。合衆国の国軍を冠した艦艇が現在日本の西の果ての港であるこの佐世保を母港として活動しております。これは、まさに日米同盟がいかに堅固であるかということの象徴ともいえるような、名前を持った艦艇が配備されている、この事実だけでも、外国にとって日本とアメリカの同盟は深いんだろうなというような、そのような、印象を持たせることに成功しています。この艦艇は強襲揚陸艦というタイプの艦艇なんですが、その船の内部にはステルス戦闘機が搭載されています。アメリカ海兵隊の中で最も新しいステルス戦闘機 F-35B ライトニング2という短距離離陸垂直着陸が可能なステルス戦闘機が常時6機、最大で20機以上の搭載ができる、そのような まさに軽空母といえるような、役割を持った艦艇となっています。アメリカの向こう側にあります艦艇はホイットビーアイランド級ドック型揚陸艦アシェランド、船の後ろの方にウェルドックというエリアがありまして、その中から、海兵隊員を乗せた水陸両用装甲車やホバークラフト艇などを出撃させることができる、そのような艦艇となっています。両方とも海上移動可能な軍事基地といった性格を持った艦艇です。さて、ここまでご紹介しましたのがアメリカ海軍艦艇、続いてご案内します船の後ろの方に自衛艦機、
特殊機器が働いている艦艇はもちろん全て我が海上自衛隊の艦艇です。今日のお客様は非常に幸運ですよ。アジア最強の戦闘艦と言われるイージス艦が私たちのすぐそばに見えております。2隻の艦艇、金剛とハグロという艦艇が私たちの右側前方に見えております。え、実は金剛は日本が配備したイージス艦、最初のイージス艦となっております。1993年に、配備されております、イージス艦です、非常に長い間、30年近い間この佐世保の海を守り続けております。海と空をですね、守り続けている艦艇です。続いてその奥の方にあります艦艇は、マヤ型イージス艦の2番艦ハグロ、日本で8番目に導入されましたイージス艦となっております。2021年去年導入されたばかりの最新型のイージス艦です。さあ、混合型イージス艦と、マヤ型イージス艦、違いがよくわかりますね。マストの形がまず大きく異なっています。ラティス型といわれる棒を組み合わせたマストの代わりにステルスマストという相手のレーダーに映りづらい姿を追求したマストが搭載されています。船の後ろの方のヘリコプターの格納庫の有無も、この、新しいタイプの、このイージス艦にはですね、このヘリコプターの格納庫が、あるということがですね、わかりやすいですね。さあ、日本で最も新しいイージス艦がハグロという艦艇です。現在日本のイージス艦8隻体制がやっと完成いたしました。そのうちの4隻、金剛、鳥海、足柄、ハグロ、この4隻が佐世保に配備されておりまして、ここを母港として活動しています。日本のイージス艦戦力の半分が集結するこの港、この佐世保というのはですね、この日本 この防衛にとって大変重要な港であるということが、この艦艇の配備によっても透けて見えるのではないでしょうか。さあ、イージス艦ハグロから少し離れますと、朝霧型護衛艦サワリンという艦艇がございます。海上自衛隊の艦艇の中で唯一2本のマストを持つ、スタイルを持った朝霧型護衛艦というタイプの艦艇です。船の後ろの方の自衛艦機の向こう側にはシースパローランチャー、対空ミサイル発射装置が8本見えて、8機ですね、こちらを睨んでいる様子が見えています。そこから一段上がったところにはヘリコプターの着陸できるヘリデッキがあります。さあ、その隣にも大きな艦艇があるんですが、その前にご紹介したいのがですね、右側一番奥の方にある巨大な空母型の艦艇、こちらはヒューズ型ヘリコプター搭載型護衛艦の伊勢が、ちょうど私たちの右側二次方向に見えております。その名の通りヘリコプターを搭載することができる艦艇でありまして、非常に船の内部が広大な SH-60 と呼ばれるタイプの主要ヘリコプターを11機搭載することが可能で、非常に広い航空甲板からは3機のヘリコプターの同時に発着が可能となっております。それではちょっとお話しそびれておりました右側後ろの方にあります大海という艦艇をご紹介しましょう。こちらの艦艇は魔衆型補給艦大海、大きな姿をしたこの大海は実は海上自衛隊の中で2番目に巨大な艦艇となっております。全長221メートル、たくさんの真水や燃料、物資などを積み込むためにこのような大きなスタイルをしているんですね。実は3番目の大きな艦艇はヒューガ型ヘリコプター搭載型護衛艦となっております。ですので、伊勢も、いるということでありますので、今日は海上自衛隊の中で2番目と3番目の大きな艦艇が、この佐世保湾の中にいるということなんですね。一番大きな海上自衛隊の艦艇は皆さんもおそらくご存知かと思いますが、出雲という艦艇です。出雲と加賀、全長248メートルほどの、巨大艦艇、こちら艦艇は現在空母化を、のですね、工事が行われております最中となっております。航空母艦もですね、ついに戦後75年経過してですね、日本は手に入れることになるのではないかなというふうに、思われているようです。そして右側の大海がおりますけれども、その大海のへさきが指し示す方向をご覧ください。赤白の、通信塔、建物などがありますが、その向こう側にですね、アメリカとそっくりの艦橋を備えた艦艇があります。アメリカは6番でしたが、奥の方にあります艦艇は7番と書かれていますね。アメリカ級2番艦トリポリが今日この佐世保港内に入ってきているんです。実はこのアメリカ級強襲揚陸艦は2隻しかありません。3隻目ブーゲンビルは現在建造中なんです。現在稼働中の最新型のアメリカの強襲揚陸艦が2隻この佐世保の湾の中に集結しているという状況なんです。これはとんでもない状況なんですね。大変珍しい、今後そうですね、見ることはなかなかないんじゃないかなというような非常に重要な場面に皆様は同席しておられるものかと思われます。
さて、先ほどまで伊勢が見えておりました。そこの手前の方にはですね、日本の角を備えたような艦艇がございます。こちらの艦艇はサン・アントニオ級ドック型揚陸艦グリーンベイという艦艇です。先ほどご紹介しましたアシュランドの後継艦となっております。同じくドック型揚陸艦となっています。しかしこちらはですね、船体のほぼ全てがステルス構造で覆っております。最新型のドック型揚陸艦というタイプの艦艇です。ステルス化を施された船体は、上陸作戦が行われるエリアに一番近くまで忍び寄ることができる、そのような能力を持っているんですね。そして現在そのアメリカ海軍艦艇や伊勢などがひしめき合うエリア、こちらにはいろんなクレーンがたくさん立ち並んでおります。このエリアは SSK 佐世保重工業株式会社というエリアです。ここはかつて、ここは軍民間を問わずさまざまな大型船舶の修理修繕を行っており、佐世保の基幹産業である造船を一手に担う佐世保を代表する企業です。戦前には佐世保海軍工廠と呼ばれておりました日本海軍の造船工場でございました。その頃から使われておりますクレーンやドックなどがございます。ジャイアントカンチレバークレーンというクレーンがあるんですが、それは先ほどご紹介しました伊勢のあたりにあります T 字型のハンマー型の緑色のクレーンです。なんと1913年にイギリスから輸入されておりまして、現在でも現役で利用されています。ちょうど私たちの右側にはクレーン群がたくさん並んでおります。ここにはドックというものがあるんですが、白い手先が見えているのが分かりますでしょうか。海上保安庁の中で最大の艦艇であります四季島が現在この SSK の中に入港して修理修繕が行われているようです。さて、さっきの波の方へと向けて、その方の大きな道があった佐世保湾港を直面とした私たちの船が少し左の方へ取り立てておきます。なるべく来られるお客様にはですね、過去の日本海軍が掘り上げ、作られたこの地下燃料タンクを現在では
海上自衛隊とアメリカ海軍が利用しています。その全ての容量を合わせますと、1つには530万バール、約85万キロリットルにも及ぶ莫大な量の燃料がこのサポワーの中に蓄えられています。右側の船に見えておりますので、オイルフェンスと呼ばれるオレンジ色の筒で囲われた2隻の船はアメリカ軍の燃料補給艇です。沖の方にあります巨大な補給艦が沖の方に見えていますけれども、その補給艦に燃料を補給するための小型の燃料補給艇です。万が一の事態が起こっても対処できるように周りは常にオイルフェンスで囲まれています。左側、緑色の船が浮かんでいるエリアがありますが、この船が浮かんでいるところまでアメリカ軍が管理していますよという記事となっています。ニュースをご覧いただきますと、ここまでアメリカ軍の一つが見ているということがお分かりいただけるかと思います。米軍の艦艇はここにとどまって艦艇を修理し、水兵の兵器をやったり弾薬を補給して、北東近海から西インドまでの非常に強い状況に向けて展開していると言われています。さあ、今日はこの佐世保湾を海面で明るく晴れ渡った姿を見ているようですね。この船は南側と言われていますけれども、これ少しだけこの佐世保の歴史についてご紹介させていただきます。この佐世保市は現在長崎県内第1の都市として存在しています。人口は現在26万人ほど。しかしその歴史は大変長く、今年1年約20周年を迎えています。江戸時代には平戸藩に属しておりまして、幕末までは半沢半島の小さな村であった佐世保村と名付けられていました。しかし時は長州政権、日本処理の時代を当時極東アジアの新興国であった日本軍が弱肉強食の世界に基づき独立を保つためには強力なカルトの選択が与えられていました。明治10年この波地から佐世保湾に時の船が現れます。日本海軍の軍艦第一戦後という艦艇が佐世保湾に現れ、湾と陸上を通じる。実はこの第二戦後の艦長を務めたのは後の日本海艦艇の英雄である若狭地方は東方の親父を称賛トルトでありました。東方さんが作る軍艦第一戦後らの側長によって手頃にかなく守るにやっている、この時の良好であると認定され、日本の歴史を守ると取られるという1880年明治21年1月大日本帝国会議佐世保緊張が開場しています。当時本国プロリカの日本航空建設のため一人となったこの佐世保村は、江戸時初年頃には8000兆ドル必要だったこの佐世保村、そして栄養的に当初の後に1万国以上の人口の設置が行われた結果、この佐世保村は一つ一つ町を拠点として佐世保市へと昇格し、
その燃料タンク容量はなんと7万キロリットル。この佐世保が82万キロリットルしたので、その 12% もの燃料タンクとなっているんです。日本海軍が作り上げたこの地下燃料タンク、その内部に入ることができるであろう穴もですね、トンネルもですね、その姿が見えております。私たちはちょうど右側のですね、3時方向ちょうど街灯が立っているところに、漆黒の闇を取り込めたような、トンネルの姿がフェンスの向こう側に見えています。アメリカ軍が海外で利用しております燃料タンクの中でも最大のものだということでありますので、アメリカ軍にとっても重要な施設です。簡単にテロリストが海岸から上がってくることができないように高い堤防と、さらにその上にはフェンスが張り巡らされておりまして、非常に警備レベルが高いエリアとなっております。さあ、ヨリザキ半島を越えますと、私たちの右側には水平線が見えてまいりました。皆様がイメージされる水平線とは大きく異なる形をしているかと思います。非常に狭い入り口ですね。実はこの佐世保湾内で水平線がご覧いただけるのはたった1箇所、ここだけとなっております。ここは佐世保湾港小屋崎水道、佐世保側の半島が田原ヶ浦半島、奥側の町並みが見える半島が西空に半島で、佐世保市と西海市の境目ともなっております。ちょうど白波が少し立っている様子ですね。風の通り道となっておりますんです。そしてこの水平線の幅、わずか850メートルほどしかありません。1キロに満たない非常に狭い幅の水道でありますが、佐世保湾と東シナ海をつなぐ唯一の水の出入り口となっています。佐世保を訪れる船は海上自衛隊の護衛艦もアメリカの強襲揚陸艦も民間のフェリーも全てここを通らなければ、この佐世保港に入港することはできません。さあ、ちょうどこの辺りが佐世保湾中央部となっております。ちょうど右側の方からですね、風が吹き込んできておりまして、波頭が白く泡立っている様子が見えています。白波が立っている、この様子をですね、ウサギが飛んでいると表現されることもあるそうですね。さあ、視線を正面に移していただきましょう。巨大な艦艇が停泊しております。ここはですね、ちょうどこの佐世保湾の中の中央部となっておりまして、これから取り掛け左側へと舵を切ってまいりたいと思います。大きな船がございます。この船はアメリカ海軍の貨物弾薬補給艦というタイプの艦艇です。モルス・アンド・クラーク貨物弾薬補給艦のサタール・チャルスという艦艇が当たるんですが、その右側前方の方に見えています。先ほどご紹介しましたマシュー型補給艦、多い一層の補給艦と同じ船を持つ艦艇です。たくさんの弾薬、燃料、マリンなどを望むための艦艇ですね。